マンゴー品種シリーズ。え？もう一回やりましょうか。もう一回。マンゴー品種シリーズ。こんにちは、ケンユです。はい、こんにちは、タツノリです。はい。ということで、今回もマンゴーの珍しい品種を食していこうということですけれども、はい、今日紹介するのは、こちら。ルビー。ルビー。はい。はい。ルビーって名前よくつけたなっていう、はい、はい、もうだいぶ勇気いる名前じゃないですか。ルビー、宝石っていうことですよね。本当ですよね。こちらもなんとあの方、まさか東明宏さんからご提供いただいております。ありがとうございます。鹿児島の大先輩です。鹿児島から、来た大先輩、はいから来た大先輩。いや大先輩、今僕ハテナが頭の上にいっぱいあるんですけど、はい、東明さん、はい、今回もいただきましたけれども、またちょっと宣伝させてください。日本熱帯果樹協会の今事務局されております。非常にもう熱帯果樹の日本に普及されている方ですけれども、うん、イベントが開催されます。アボカドフェスティバル2022 in 香川、11月17日香川県で、はい、どうぞ皆さん足を運んでください、はいはい、最近も本当にマンゴーとか、まあ、フルーツ食べすぎてて、うん、僕の体の中の組成が今大変なことになってて、はい、もう 30% バナナでできてる、はい、で 30% アボカドでできてる、はい、最近ブドウよく食べてるから 30% ブドウ、はい、残りの 30% もマンゴーでできてる。120%いってるじゃないですか。今回のこのルビー、ちょっと紹介していきたいと思います。こちらもね、非常に珍しいですよね。確かに見たことないです。僕も見たことない。これはミニマンゴーではないかなと思うんですよね。あ、いいところついてる。ついてます。はい、ルビーの特性がそんな大きくならないみたいですね。あ、そうなんですか。これがあの通常サイズ、というふうに、紹介があります。で僕も調べたんですけれども、こちらマイアミから出てきました。またアメリカ、フロリダ、はい、はい、フロリダ、マイアミ、から選別された、マンゴーでありまして、こちらですね、まあ縦長で長円形っていうのかな、ですけれども非常に スモールだというふうに言われてます。で、この範囲が7オンスから11オンス。ボクシングのグローブっていうイメージですかね。あ、そんな感じですね、はい、なので1オンスが、30g なので、はい、だいたい、200g から 300g の間、うん、まあアーウィンよりもちょっと小さいかなっていう感じですね、はい、アーウィンがだいたい300から400、まあ、500いく個体もありますけれども、うん、でただこうたくさんつくんですよね、果実の性質上、このルビーの性質上、うん、そうなるとサイズがもっと小さくなるというふうに言ってました、うん、この背景色、もともとの色は黄色なんだけれども、これアーウィンと同じで太陽に当てれば赤くなってくる、はい、こういうふうにこう赤面してくるようなマンゴーですね。上の部分だけ赤いですね、うん、はい、そうなんですよ。なので太陽が当たってる方向からまた赤くなってくる、はい、まあ、フレーバーがすごくいいと、フレーバーがリッチだというふうに書かれてて、あとアロマティックだというふうに書かれてます、はい、そしてスパイシーだというふうに書かれてました、はい、非常に興味がある。でフロリダではちょっと遅いシーズンに、まあ、収穫されるのかな、比較的、はい、晩生の品種なんですかね。そうですね、その奥手のちょっと前ぐらいかなっていう感じですね、あの見たところ、はい。でこのルビーはあの実は南米の方で、南アメリカの方でよく、まあ、食べられてる、そこら辺の、マーケットでよく見るっていうことが、紹介があります、特に、南のブラジル、北のコロンビア、ここら辺でですねよく、まあ、見られるということでした。何かの品種ルビースターってなかったですけど、あ、パッションフルーツ。パッションフルーツ、はい、っていうのもなんかそういうなんでしょうね、うん、外観の特徴とか、はいはいはい、中身の特徴で多分名前ついてたんじゃなかったですね、うん、確かにそうですね、はい、ルビーとか本当にポケモン以来というか、ポケモンルビーとサファイア世代だったね僕。あ、本当ですか。はい、ポケモンの自分はなんでしょうね、普通の緑とかレッドとか不思議だねとか、はい、あ、そうですね、人影の時代、はい、はい、なるほど。年齢層がバレちゃいます確かに確かにじゃあやっていきましょうか、はい、切っていきましょう。見てください、このルビー感、太陽に当てられてね。では、はい、切っていきましょう。種入ってますかね。本当ですね、なんか疑いがある、はい、種あるか入ってないか疑いがある。お、繊維が見てください、この、はい、めちゃくちゃある、めちゃくちゃ出てきましたね。それでは開けてみましょう。オープン。はい、おうわ、繊維が逆立ってる。はい、本当だ、初めてこんなの見るの、うん、
どうですか。なんか同じ系統の匂いがする。一緒ですね。はい、はい、ではちょっと着ていきましょう。あ、でも繊維がすごいねこれ。結構滑ってますね。あの汁が多い。汁が多い、はい、果汁が、果汁が多い、よいしょ。そこ美味しそうですね。ここ美味しそうですね。はい、はい、うわ、なんか汁が多いよ本当に、はい、歯が通るね。うん、結構滑ってますね。滑ってる。はい、食べていきましょうか。切りました。はい、はい、ということでルビー切りました、はい、それでは好きなところから取ってください、はい、東さんいただきます。東さんありがとうございます。はい、ケピー。これ一番甘み強いんじゃないですか。甘い。これ甘いっすよ。めちゃくちゃ甘い。あの舌にずっと残ってる糖が。もうこれ糖分いいわってなるぐらいの量。これは甘いわ、糖分だけに。あ、僕も滑っとるやん。ちょっとすいません、無視してました僕。いい、大丈夫です。もう甘すぎて、甘すぎてもう脳にガツンってくるぐらい甘いですね、はい、これ直接語りかけてきた、はい、非常に果肉がザクザクしていて、ザク、噛み応えもめちゃくちゃあります。以前食べた、うん、東さんのいろんな品種ありましたよね、うんうん、あの品種と比べてもこれが一番甘いのかなって個人的には思います。そう、やばいなこれ。鬼甘い。鬼甘で酸味とか、うん、ああいうの全部置いてってる、うん、もう甘みだけが走りすぎてて、はい、全員引きずられてるからザーって。これはあのバランス感がおかしくなってる、はい、うん、擦り傷だらけじゃないですか。そう、あの酸味とか、はい、その、はい、フレーバーの部分とかも全部置き去りになって、うん、もうボロボロになってるぐらい甘みが暴走してる、はい、でこれ本当に糖度測ると多分18はあります、はい、ありますね。あの食べた感じ、感触ね、はい、でこれこのテイスティングノートが出てたんですけど、はい、そこにはそのオレンジの花の香りとか、うん、あと、まあ、チェリーの香りとか、はい、ピーチの香りとかヘーゼルナッツの香りが、うん、まあ、ちょっとのこう思い出させるような感じがあるっていうふうに書かれてたんですけど、うん、はい、そんなの関係なしに甘い。でも今言われたの、うん、今気づいたんですけど、うん、若干ピーチ感もありますね、うん、オレンジっぽい味もちょっとしますね、うん、確かに柑橘系の。ブレンダーに柑橘、ピーチ、チェリー、ヘーゼルナッツ、うん、マンゴー入れて最後にシュガースティック入れたみたいな。あ、以前の食レポでも言われてましたよね、うん、これ謎マンゴーに近いわ。謎マンゴーに近い、謎マンゴーに近い、あの質感がある、うん、ちょっとあの彼女にも、はい、美味しいですね。美味しい、これはいける、うん、濃い、自分決まりましたよ、糖分何度か。行きましょうか。はい、せーので行きましょうか。はい、せーの、19、18、19。じゃあ、はい、行きます。この3つの品種だったら、はい、ルビーをおすすめするかもしれない僕。確かに、うん、出ました、えげつない数字が出ました。やっぱり22。それはやばい。えぐい。えぐい。マンゴー食べた中で一番甘いな。あ、やっぱり。やっぱり。ちょっと22はちょっとえぐいですね。バナナで見るやつや。はい、これ。東さん、ちょっと22度は見たことないです。うん。うん、うわぁ、これはえぐい。これはえぐい。ちょっともう一回測ろう。ちょっと、あれですね、守りに入っちゃいましたね。あ、これ補正項。補正項ちょっと機能しなかった。はい、正直18だと思ったんですよ。はいはいはい。で、プラス2したら20じゃないですか。21。でも、さすがに20は超えないだろうと思って1減らしたんですよ。逆補正項。逆補正項。裏の裏までいっちゃう。裏の裏まで。複雑やな、モデルが。はい。ちょっと反省してます。はい、数理モデル複雑やな。まあ、20超えてますね、完全に。本当だ、21度ぐらいですね、はい、うん、たちゃんさんどうぞこれ、やばい、甘すぎる。甘すぎる。種が多分あってもちっちゃいんですよこれ多分。うん、確かに確かに。ここにあるんですけど非常にちっちゃくなんですか、うん、種ちょっと切りましょうか、はい、種ありますけど、はい、繊維がすごい、はい、砂糖だ。あ、砂糖だわ。マジで砂糖です。砂糖。うん。ほんとコーヒーに入れるぐらいのシロップのような甘さがありますね。ちょうど合うのかもしれません。ほんとにそのレベルよ。あの、シロップが使えるレベルよ。めちゃくちゃ合いますよ。あ、ほんとに。フレーバーとしても機能する。はい、これルビーって、つけるべきものだ。ほんとに、もう独特の甘さというか。クイーンでもよかったですね。確かにね。それぐらい甘いです。そのぐらい甘い。うん。びっくりした。
はい、種ちょっと開けてみます。どうなってますかね、種。あ、種は普通のマンゴーっぽいですね。ほんとだ。はい、なんかへその緒みたいのがつながってますよね。あ、これでね、はい、つながってます。なんか種は結構密度ありますね。重たい感じする。で、なんかすごい膜張ってますね。うん、ほんとですね。あんまり自分が今まで食べたマンゴーってこんな膜張ってなかったですね。うん、こんな強めには、はい、殻側に残る組織だけど、種についてるな、うん、なんか薄いセロハンテープがついてるような感じですね。ほんとですね、はい、紙質でできた。うん、一応種こんな感じです。ちょっと巻いてみましょうかね、はい、これも、はい、はい、ということで衝撃的な味でした、はい、これはびっくりしましたね。糖度22度、はい、衝撃でした。はい、はい、ということで今回も東さんありがとうございます。ありがとうございました。衝撃的なマンゴーでした、はい、また、僕たちのチャンネルではマンゴーの栽培の様子とか他にもマンゴーの食レポの動画たくさんありますので、概要欄に貼っておりますのでぜひ見ていただけたらと思います、はい、あと、たっちゃんの無農薬栽培チャンネルの方でも、まあ、食レポ、マンゴーの食レポありますのでマンゴーファンは、ぜひ見ていただけると嬉しいです、はい、そうですね。またこれからマンゴーこれ栽培したいよっていう方もですねぜひケイ君の概要欄からマンゴーの方に飛んでいただけたら嬉しいです、はい、はい、よろしくお願いします。ということで最後までありがとうございました。バイバイ。バイバイ。